1番5番2番3番4番6番の並びスタートしていきました。少しばらつきました。良かったのは3号艇でしたが、一周1マーク。まずは5号艇の原田が2コースからまくって先手、1番流れていて、その懐に3番と2番が上がっていきます。3号艇の永井がトップに立ちました。原選手動く形になって角1、4コーススタートになりました、はい、タイミングがコンマ05、はいはい、ちょっと踏み込みましたですね。そうですね、ここはちょっとスタート行っておいたら何かあるかなと思って、はい、うん、行きましたけど、はい、スリットからもちょっと出る感じがあって。そうですね、はい、ただ2番の西村さんの方が雰囲気良さそうでしたね、うん、はい、ここまで成績的には大きく崩れてないんですが、はい、12号機の評価ですね、これ4日間戦ってどんな手応えなんでしょう、はい、しっかりはしてるんですけど、うん、まあ日中とか夜とかで、うん、こう気象条件でだいぶ左右はされてしまうんで、はい、まあ、その辺は、うん、力強さはもう少し欲しいかなと思ってます、はい、作業はどんなことなさってましたですか。まあ、序盤は整備少しして、うん、まあ、プロペラ合わせてって感じですね、はい、そうですか、ご声援ありがとうございます。明日以降も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。